ナンバーはラジオひながお送りしています。はい、もうスポンサーさんのねありがとうございますね宮平でも皆さんありがとうでミカがずっと言ってるからさすがだなと思ってね。でもありがたい C.M. の間ね。よね。このサイエンさんもねます。ジロー工業さん。よろしくお願いします。お客さんマイサツさんベストハウジングさん。ありがとうございます。さあそれではえっと最初のコーナー行きたいと思います。ナンバーはねいつも通りの四コーナーですけどちょっとね給食係行く前にちょっと番組からのお知らせになります。来週 の南部アワーは毎月一度のお楽しみ前里レシピの週となっています早いねだからね一ヶ月早いなと思うさ、うん、なんかこれで一ヶ月を確認してるところあるかもしれないねそうねえ前里のこんにゃく豆腐もやしなどを使ったレシピを紹介しているんですけど、うん、まあもちろんね私の考えたレシピとかも紹介してはいるんですが、うん、ぜひラジオを聞いてるリスナーさんがご自宅でねよく作ってる、うん、あこれ簡単だよとかねこれおすすめだよとかね、はい、そういったレシピお待ちしたいなと思います、うん ですね、はい、はい、えまいさとの商品の詰め合わせのセット今ちょっとしばらくねお休みとなっていますけれども、うん、ごめんなさい、うん、ねまあもうそろそろちょっと落ち着いたらね、うん、これもまたスタートできたらいいなと思うわけそう早く落ちどうしてもこの現場というか会社のように取りに行っていただくっていうことになるからなそうなんですからなこれもだから落ち着いたらね皆さんまたプレゼントも開始ってできたらいいなと思うところですが、うん、ぜひねあの各ご家庭で作ってらっしゃるマイサトの豆腐もやし、うん、こんにゃくを使ったヘルシーなレシピお待ちしております、うんうん 経済的っていうのはすごいありがたいよね。ね、あの前里のシリーズさ、豆腐とかさ、こんにゃくとかね。お財布にも優しいから。体にも優しいさ。体も優しいさ、でお金増えるしさね。増えたらいいね。増えたらいいね。減らないしじゃ。そうそうそう。食べたら減るし。ね、食べても減らないし、お金あんまり。減れにくいし。ヘルシーとかけてる。そう、どんなキャッチコピー。 が何がなんだか訳分からなくなってきた、ね、分分行きましょうかね。あ<ー>じゃ、給食係です。美味しい話題を皆さんおすすめのお店紹介していきましょう。じゃ、トップバッター私から行くよ。や、うんばる娘さんからです。こんにちは、やんばる娘です。うん、はい、こんにちは。この間、ミーカーのいない、ミーカーの誕生日をヘクトパスカル大城とウマゴンと私で、<laughs> <laughs> 山下町の、これ七段でいいの。 七段7段でいいのかな7段でしてきましたいつも呼び方なんだっけってなるんですよ私こっちなるよなはい7段77段でいいよじゃったら77段でいい277歳でいいよはいミーカーのいいミーカーの誕生会あ当にしそうこの方々面白いね本当にねミーカーいないんだろいないよ今日よくさあのそのホ今日は誰々の誕生日です出たりするさはいはいあのぐらい じゃあお祝いいしようみたいな <laughs> 飲みたたな飲会の実で <laughs> ただのそうで,そうですよ,ただの実ですよ私にな、ね、じきてから,じきてからだったらもう7月とか俺の誕生日とか、えー、ゆうきの誕生日全部そうですよね<え>。うん この後のの後さんん誕生日とかみなでねちなみにメニューはローストビーフのサラダチキン南蛮宮崎地鶏炭火焼き焼きおにぎりのお茶漬けその他いろいろとっても美味しかったということでいただきましたうま、ん、そ,そうだねいやいい,な,いなんかこのメニューに載ってる写真高田純次さんみたいなのがいるけどこの あっウマゴンさんかそうですよこの方がヘクトパスカル大城さんヘクトさんはいつもそうですそうですよいつもお顔がね私たちほら,らベールに包まれてる感じだったんですよ,よこのお顔なのね ちょっと俺より上ぐらいかいやいや多分同い年私より一つか二つ上なので同年代です俺とミカの間ぐらいかそうですそうですだから話し合うんだあるあ見せてはいはいあもう,うでもさうまくしろうまくここうまくもあの青年会 OB って感じえ <laughs> <laughs> もっとフェイスゴアダ出さんとっていう人でどうかな言ってるかフェイシングやー来たフェイスすってビール片手に持ってくる人このビール切ってからあと島のコップにしてる人で。 うちの旦那もそうですね。そうそう。俺も俺も。いいなヘクトパスカルさんありがとうございます。い。やもうみんながね、そう誕生日のお祝いするよっていうのにね、あの来てたんです。だってミカも言って西原も花火あげてくれたりあ、そうですそうです。西原ちもはい本当に。勝手にや。本当にもう。もう手高祭りもミカのおかげで、もう夏も秋もやるみたいよ。もうあそうですか。もうミカさんが言うんだったら よくやったらいいよもう2倍2倍 2> <ー>経済効果も2倍2倍やんとみんな楽しいのも増えるじゃあ冬もうやろうでもうま年中 <laughs> じゃあうそ <laughs>、まあ、ですごめんなさいですよはいじゃあ次行きましょうええしんちにんさん美香姉さんスタッフラジオキナオッキーの皆さん日曜日エンジョイしてますかチームエンジョイ名マリが名マリが前回で資金ヘッドがシンボルマークの <laughs> エンジョイマールです <laughs> や,がや,がやがちの人はあっやがちは小学校からずっと中3まで同じクラス <laughs> <laughs> みんながみんなのお父さんみんながみんなのお母さん<笑>お笑いポーポーの人でしょ <laughs> あんたお笑いポーポーの人でしょ <laughs> って言われても知り覚えて <laughs> じゃあ戻しますね、はいえー、今回は九州係でお願いしますね確かリスナーさんに稲なむ上空のリスナーさんがいましたよねシャバズンさんでしたっけ え国神は奥間にある道の駅にさ、サーターやってあるわけ。他のテナントもあるから気をつけてね。サーターんだぎも売ってるけど、かっこ悪い。そのお店に稲戻地がありますよ。600円であちこちこ回したもんですよ。 え実は丸も隠れイナムズチー場合なんですね、えー、水曜日が基本的に定休日になってますねありありそこのバイクでツーリングして国神にいるあなた奥間の道の駅に行ってイナムズチた弁当では四時まで4なんねということでエンジョイマールさんから来てますねはいこれで六百円ならよろしい素敵じゃないですかすサラダもついてねえかなりボリューミーじゃないボリュームもありますね道の駅はありがたいですね<ー>、まあ、お味もいまおいしかったんでしょも,もう十分 最高,最高じゃん。何はないんじゃないかなって思って、ね。<laughs> あるあるある。じゃあ次いきます。シャバドゥンさんです。はい、えー、帰ってきたシャバドゥンです。お疲れ様です。早速、魅力的な汁物を紹介する企画。シャバドゥンの知る人ぞ知るもの。25回目、西原町のお店、だるま屋の油脂豆腐定食を紹介したいと思います、えー。今回の油脂豆腐の具は、見てください。油脂豆腐とネギ、それに、ニラ玉、白身魚フライ、プチウインナー2個とご飯、 がついてお値段なんと600円でしたああ優しい。うんうん 他の食堂だとポークと卵焼きまたはポークと目玉焼きがセットになっているってことが多いんだけど、うん、ここはニラ玉白身魚フライプチウインナー2個とまた違った感じで美味しかったです、うん、ごちそうさまです、はい、甘いアイスティーも飲めますよさあ場所ですが義母十字路から那覇西原向け有名な写真館を越えてしばらく歩かせると右側にありますが前までは右折して西原高校に行けた十字路が 行けなくなってますよね。その十字路に行く手前でーすということで、あそこ今行けないの？今ね下に下って行けない。えっと一回渡ってかな左行ってから言ったあの道がね、うん、すごいあの通れなくなってる時上等になってるわけ。一気に西原高校のところから、はい、もうそのままいった浦添警察署の手前というか前田の方まで出てて、はい、もう上と下がこうクロスしてるっていう。一回手前で曲がったりしたらいけるのちょっと しばらく全然通ってないか分かんないね、うん、あの伊藤園の十字路のとこうううあ,あ,あそこだいぶ変わってましたであのパークアンドスライドって言ってから、はい、あそこにもモノレールが伸びてきたでしょホテルもできるんですよだから車止めて住んでるとこ浦添えでしたっけ僕ギノワ湾が会社なんであ,あそこ横通る,通るんですよあ,<ー>あそこ横通って<ー>弟の会社も西原にあったりするんであそこらへんと通ったりするんですよなるほどだからよく知ってるのねそう一歩さんとか行く時とかもあそこ必ず通るんでなる、うん、いうことなんですよ だからどんどんまマッの代わり、俺もあれ俺どこ行くんだろうって初めての時、<laughs> <laughs> あれ俺俺どこまでもってからもう北海道まで行くもう本当 <laughs> リパーチャーってから出発、<laughs> どこまでもでおー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 おおってもう前の車が行くからつ、うん、いて行ったらどこにどこにたどり着いたの、<は>だから浦添警察署のもう<察>手前のいたいとこじゃなかった、いたいとこじゃなかった,た,かったっのその手前が右行ってから一本に行きたかったのだよね、<laughs> 散歩くらいだからかるとう。

どっちで止まってない。なんかお金買ったわけやっぱりドキドキいくと。じゃもう一回入り直して。あし <laughs>、うん、俺の草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 サノクサみたいなもうちょっと前の前の前前前の。<laughs> 追い越されてる、ね。前座ま前里まで。はい前里まで直線で行,行きますよね。またもうちょっと行ったらあの辺りがまたね新しくいろいろこうねあの開発されていくはずなので。そう。 す白い,ですよ、ね、すいだからねそんなの考えるとね住んでてもわからない俺がいるさなしたらもう十何年ぶりに沖縄に仕事から帰ってきたってもっとわからんはずよな、うん、そうだね、うん、そんな言われたら58も昔1号線だったのに58になった時に「年取ったね」っていう話があるさ <laughs> 知らんけど何それが昔1号線だったけど今58って「年取った年取ったね」やて <laughs> 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 いやなんやってね, <laughs> い<や>ね <laughs> 150데0 <sad> 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 正月ありがとうございましたはいじゃあ次はいえ巣、ー、場102杯目は沖縄市にある8月に惜しまれつつ閉店した平和食堂です、えー、去年11月に行ったのが最後なのが悔やまれますね琉球新聞にも掲載されてました沖縄市小屋にある平和食堂が惜しまれつつ48年の歴史に幕を下ろしましたお客様のごちそう様は宝物で励まされていたそうです残りの人生は家族や友人と楽しみたいと笑顔で話しましたと、えー、琉球新聞を載ってたわけですねえし、ー、んちゃんが毎回気にしてて行きたがってましたね そしししして何回も紹介しまたしたが最高の食堂でした、えー、昨年11月に行った際以前にはメニューになかった軟骨そば600円と本日のおすすめに書かれていた卵100円を注文。 味食うたらなごっつい軟骨3個紅生姜うがねぎ少々、えー、紙ぶさあした軟骨は久々だから受け皿もあったわけね1個は軟骨も食べたけど残りは無理せず軟骨は残しましたでもその分肉は食べ応えあったうまい平和食堂の場所は沖縄市小屋の住宅街でしたということでね平和だねということでやっぱりそばが好き山内さんお疲れ様でした平和だね僕新聞で見ましたけどはい、はい、一度も行けなかったんだなん平和食堂ね みんなが絶対愛したソウルフードだもんな結局この寂しいけどどんどんなくなっていく風景の一つに入っててやっぱりこう継いでいかれる人がねいたらいいんですけどもね新しいものももちろん生まれるけどちゃんとこうね継いでいきたいとかつないでほしいなっていう食ってあるもんね二十何年ぶりに帰ってきてそこね同じンぷらアが残ってたら嬉しいとかあんな感じですよねそうね移動パワーがずっと移動しないでずっと25年こっちいるみたいな移動じゃないんですよ移動せえっていう 終わったが移動して、どうするか?。<laughs> じゃ、あ次いきますよ。うん、えっと、ユンタンザヤシーさんです。本日紹介したいお店は、名護のプロポーズスポットの宮里そば屋さんです。うん?。 えー、えちょっとこのプロポーズスポットはちょっと後で話し,しましょうね注文したのはスパゲッティミートソーストースト付きで500円ですシンプルイズベストでたまに食べたくなる一品来店していたお客さんがそばを食べていてアウェー感を感じながらも完食しました昔ながらの味を忠実に守る老舗の技術に感心させられましたよ、うん、しんちゃんミーカーさんも名護に行く時チャレンジしてよーというユンタンザヤッシーさんからです宮里そば美味しいですよねそこ雰囲気も好きだな食券買ってからトーストとかあるのすごいよねだからね でもここチャレンジしたことないですよトーストチャレンジしたことないんでそば行ったらそば行ったらそばかなと思ってそうですよそうなっちゃうんだよねでも食べてる人見たらもう食べたくなるよねまたあさっても行けるさしあさっても行けるさだったらいいけど南部からだからさやっぱり宮里そばのそば食べるってなるよね昆布乗っててとかでも本当においしそうですこれ500円ですよ安くないですか三角の佇まいもいいんですよねはいありがとうございますでプロポーズスポットといえば何ですか えと,アユと同期のミュージシャンがいるさああ野球の歌とか歌ったら平成なんです、ね、<laughs> そうそう,そう,う彼がプロポーズした場所が名護の宮里そばだったっていうでずっとそばにいてとか言ったわけ<笑><笑>もしかしてそうなのかなわ<ー>かんないその話は聞いてないけど前の日になんかあのほらえっ、ー、となんだっけフラッシュモブみたいな感じでみんなが「おめでとう!」 でやっって欲しかったかたらど後輩とかをいっぱい集めてみんなにたくさん飲ませて次の日にフラッシュモブをやろうと思ったら、うん、誰一人来ゃなかったっていうのでもう自分がフラッシュだった時も <laughs> <laughs> でねフ。フラッシュバックフラッシュバックも、うん、普通こう隣で見てるね観光客の方とかも、うん、わあおめでとうってやるじゃないですか、うん、それもなく2人だけでもうそば屋でプロポーズになったっていうエピソードをこの間ね某方から方マジですか、はい、あの方あの方がはい え、お互い伸びない中になろうみたいな,な,な。<laughs> 何なのかなそばにいてねってなったのかなそうそうおにぎりしますおにぎりしますみたいな。<laughs> <laughs> 面白いね。はい、はい。え、ということで、もう時間になっちゃいましたので。あ<な>、玄卓<う>さんのやん、ね、まったね。はい。はい、えー、給食係たくさん届いてたんですけど、こちらまたね、来週に持ち越したいと思います。えー、また来週もあなたの町のおいしい情報たくさんお寄せくださいね。はい。はい、以上、給食係のコーナーでした。では続いて、こちらのコーナーです。 プレゼンこのコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りします、はい、さあこの時間はスマホユーザーガラケーユーザーの皆さんから特に、ね、テーマ設けてません、うん、フリーでお待ちしております,そうです、ね、はい、えー、今週はやんばる娘さんからいただきます今日大活躍のような、うん、はいこんにちは る娘です看護師をしている嫁ちゃんが純夜勤や深夜勤の時は孫のみおちゃんは私と一緒に寝るんだけど、うん、アプリで動く童話を撮って画面消しても声がするから静かに寝てくれるよーということでる娘代わりに寝る娘です。 子供も寝かして「昔昔」読み聞かせじゃないけど寝る時に歌歌ってあげたりとかって代わりにこのスマホがやってくるすごい私結構寝るときに創作物語っていうのをよくやってたんですよ自分ではいはい子供たちとね目閉じながら想像しながらねやってたんですよその時に「日嘉のおじさんが来ました」みたいな「こんな感じでいいんだよな隣のなんとかおじさんがこう言いました」とかだん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 こうちょっと面白くなってってだん でも寝ないっていう。コロ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 パンだ。俺たちも先輩がコロコロパンっていう話するわけ。コロコロパンが飲み会でよ。なんだらしいですか。飲み会で飲み会でコロ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 転がって落ちてしまいました。さあどうなったかな。入ってふられるわけ。それか物語みんな物語のお通りだわけ。あ面白いね。だからあっちが面白いこと言ったら、この回ってくる間にもうどんでも展開がいけないからわけ。でもコロコロパンは。 人間でしたとか、人間っていう意うか一般 <laughs> <laughs> じゃないばみたいなのとかも、なったりして。<ー>なんか、なんか、サイルっていうか、でも。<laughs> 飲み会の時だから、もうなんかちょっとこう、うあれですね。そ,その人は、うん、スナック4軒回って8万使いました。はいっていうわけでもその8万円はボーナスだったので、奥さんにこされ怒られて、殺されて、今、タクシーで逃げています。はい。でもそのタクシーは、とか、もうわからん。も この先輩からで俺もよくだからいやみんなでやってましたね。かっ<ー>コロコロ手にコロコロパンじゃなくてもカと一緒さん<ー>創作物語でいいさよくやってはいたんですけど、うん、全然いつもストーリーが収まらなくて眠らなくて、うん、前の話もう一回してって言ってもできないんですよできないできない <laughs> できない最後も「それは夢だった」って言ったら終わりという話があったとさ <laughs> おしまい ちょっと待って今ラジオじゃ分かんないけど <Okay. S 2> おしまいの目として見て見て見て画面目がおかしくなってる <laughs> <laughs> もうおしまいだよラジオでたった <laughs> 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 とにかく、ね、こういうのってさあのほら子供って寝ながらねあの話してとかあの i p 読んでとかってよくやるけど、うん、<laughs> ちょっとおばあちゃんちょっと一緒に添い寝したいさ、うん、ね そうだね。疲れちゃうからね。なんかこういうのがあるとはいいよね。そうね、いいね。でも、1 0 0暗くしてからでいいんだよね。暗くしてからでいいんだよね。か声が聞こえればいいんですよ。うおばちゃん、怖いって言ったら。やマンバが出てきました、みたいな。物語は選ぶでしょう。泣く子いねえが、みたいな。勉強しねえ子いねえが、っ だから物語エレバントねそうですよ太陽さんが「ポカポカでみたいな <laughs> あんな話に「夜だけど」みたいなまた <laughs> TP を合わさんといけないのででもこういうのいいねい<や>私たちもなんかパーソナリティで本を読んで何かアプリとかやりたいなやったほうがいいですよ、うん、NHK とかアナウンサーがこうやってたりとかしてますからねうん、うん、ねえみんなで面白い企画やりたいな、ね、自粛期間できたかもしれないですね、うんうん はいどうもありがとうございますヤンバル娘さんえっ、ー、とこうやってね皆さんのスマホの活用法、うん、ただ電話をかけるとかなんかこう連絡のツールだけじゃなくて、うん、いろんなこう皆さんが活用している方法とか、うん、ぜひあったら教えてくださいでもあれだね子供たちを黙らすって言ったらおかしいけどはいあの だとえのアニメの映像を見てて子供をずっと病院で静かにしてるのとかっていうのは助かるはずな、うん、親子さんはなああまあちょっとねこういうほら公共の場で騒いだら迷惑かかるからって言ってね、うん、なんかね持たしてでも私はちょっと心配な時があるんですよそればっかりでしょそれ,そればっかりになるのはそうそうとても心配だしユーチューブってこの動画が見終わったら次に連動して見れるものってあれちょっと心配だから、うん、その辺はね親がちゃんと見てくださいね、うん、子供がさもう見ててなんかもうなんだコロナ対策における 世界のなんか取り組みとか見てたらでじょ面白いけど <laughs> 株の株の上がり下がりとかこの間リスナーさんがね小学校二年生の男の子に、うん、お母さん飴玉はすぐ噛む人最後まで舐める人って聞かれたって <laughs> うん、うん、それでお母さんがなんでって義理のお母さんもいた時にねしたらあのー もうすぐ噛むんだけど、いつもはね、うん、どうしたのって言ったら、すぐ噛む人はね、男をすぐ捨てるってよって YouTube で言ってたっていうのを <laughs> 小学校2年生が言ってて、義理のお母さんもいるさ。デジって旦那のお母だろそうそうそう,そうで。で、これをまたこの孫が言うわけでしょお母さんもそう言ってたよね、この前ね、ご飯作ってる時みたいな。もう捨てよ金うちのお父さんって。<laughs> ポロッといったことかみたいなもう面白いなと思っこういうのってさ知識ってもう何でも入ってくるじゃないですかね意味がわからないけど使うからこの言葉使いたがるからねだからこれはちょっと親もねちゃんと見てあげてほしいなと思ってそのままちゃわたしよねでも本当四4歳の子とかがあの東証が取引停止したよねとかあれでどれくらい損害その時に上場しようと思った一部教授も言ったのしかもよな その時の時取引って誰があるのねストップ高かとかあったわけでしょうとかその時上場しようとしたら会社どうなるんですかみたいなへーへーへんり、ね、勉強不足い勉強不足ですすま、ね、全部謝るもん <laughs> はは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 わびは<ろ>わびれわびれわびはわびは <laughs> わびはははは <laughs> もういいよ話が脱線しましたね。 ますよ何のしやコーナー閉めますよいいですかということでこのコーナー「騎手編ロックンロールは」は皆さんからね携帯にまつわるエピソード、はい、何でもいいですよフリーでお寄せくださいお待ちしておりますなおスタジオの様子は YouTube で見れますので、まあ、YouTube でね「騎手編ロックンロール」って検索をしてぜひご覧になってみてください、うん、ちっちゃい子供にはこれ見せないでねこの YouTube、ね、<laughs> そ変な目だから以上「沖縄セルラープレゼンツ騎手編」ークローこのコーナーは地元に全力英雄沖縄セルラーの提 提供でお送りしました。はい、さあ、それではラストいきましょう。刑事係です。あなたの街のあれこれイベント情報、面白、看板見つけたなどなどまあ、フリーのメッセージもね。紹介していますよ。はい、じゃあ、しんちゃん、まずはラジオ沖縄のお知らせからあそ行、はい、きましょうね。はいはい、いラジオネームキナーからのお知らせです。 開局60周年を記念しました、ラジオ沖縄オリジナルグッズ、えー、国東館、クルーサーターですね、皆様の直接購入したいという声にお答えしまして、うんえー、ただいま県内7カ所で店頭販売を行っています。販売店舗は北から行きますよ。はい、名護市大西、居酒屋島名。島名さんね、はい、うるま市あげなのお菓子工房のひまり。はい、茶炭町加えの居酒屋は茶炭店。すごい浦添市西原の大浜コーヒー。ありがとう。うら市港川のコルデ。 那覇市マカビのパティスリーアプリコット、ハイバル町塚かんのアプリコットベーカリーのこの7店舗です。ネット販売で購入できなかったそこのあなた、追加購入を検討しているそこのあなたも、ぜひ店舗に足を運んでご購入をお願いします。はい、なお、ラジオ機ーのホームページには各店舗の詳細情報も掲載されていますので、場所などもね、確認してみてくださいね。えー、また、好評につき売り切れている場合もございますので、まずは各店舗にご確認の上、お出かけください。 はいえー、ラジオ沖縄の黒糖館協力販売店舗のお知らせでしたなおラジオ沖縄での店頭での販売は行っていませんのでご注意をお願いいたしますあとまあ例えばこのケーキ屋さんとかで扱ってくれたらそこのケーキとかも買って頂い,いたらありがたいです、ね、そうですはいぜひお願いします居酒屋さんだったらちょっといっぱい飲むついでにとかだったりねありがたい限りですはい,いすよろしくお願いします 石田さんのメッセージいきましょうまんじゅうーさん書いてるねまんじゅうーさんまんじゅうでいいのかまんじゅうやいびん、えー、これから送るのでゆたしくねバルーンの美香さんのイベント情報で土曜日、えー、10月の十日 初めて宝橋ゆかさんのライブへ行きましたか。ええと、はいはいそうですよ。行くってなったんです。高橋ゆかさんライブだったんだね。ええ、毎日予約しました。みかさんありがとうね。CD とかいろいろ購入したいです。ちなみに土曜日は私誕生日だってお誕生日のメッセージ一言。お二人さんどうかよろしくお願いします。女性の方ですか。万寿さん。万寿さん出せかな。おめでとうございましたいくつかわかりませんけれども。はい。あのねリクエストできててゆかちゃん私も10月の10日このライブ 行きたかったんですだそう「離島」でのロケが入っててもうちょっと間に合わないなってなってね行けなかったんですけどまあぜひねこうなかなかね厳しかったはずだしステージとかもねもう本当この方すごいからね歌からさパワフルでもうブロードウェイで出た起きないこれがあの「ジロー公共の天空海」とかっと来ててからね。 音はちで見てるけど、ゆかちゃんこっちで見てる、ね。嘘 <laughs> <う>。<laughs> 今なら素直になれるよみたいな。<laughs> 今なら、素直にあの <laughs>。一緒に来てるから。ああ、一緒に来たか。<laughs> 離れたから、喧嘩してるのかなと。<laughs> でしょ <laughs> 暇なったら、素直になれるよっていう。化粧 <laughs> 落とすよっていう歌かな。<laughs> <laughs> ああ、ゆかちゃんね、もう楽しかったですね、<ー>ライブ。いいな。あ<ー>じゃ、続いてこちら。えー、皆さん、こんにちは。 ミカさん大好き人のものになったしんちゃんは普通に好きド <laughs> ドゥゥですこの人は面白いなとにかく視野が狭いので掲示物を見逃すことが多く今日もフリーのメッセージなんですが <laughs> 視野が狭いっていうなう <laughs> マグロなんだみたいな横見たら負けみたいな <laughs> <laughs> 先日ママ友さんからの LINE で送られてきたワンちゃんの写真です見ててください、はい、初めて トリーマーにカットをいらしたら、うん、いいこんなに怖い可愛い,いワンちゃんがこんなに個性あふれる姿にみなんかあれじゃない俺じゃないこれ俺の横顔じゃないの違う違う、うん、こ腰の広子とかなんか,なんかあったけか腰の順子とかみたいなそうそうそうあ<ー>あやっぱそうだほら、えー、ママ友さんも腰の順子になって帰ってきたって泣きって言ってました <laughs> もうひんひんするまで大笑いしました <laughs> じゃああとにうわ、えー、絶対さもうデザインで <laughs> えデザインがあるときの中村明夫人です、ね、<ろ>ゲラゲラゲラ<ろ>バーリラハーって後に引きかってから三姉妹にしたらみ <laughs> チコロンドンとか作ってねみちこロンドンとかちょっとパンク系のちょっとあ彼は彼女はイギリス系に行ってねみたいな <laughs> ね<え> <laughs> 三姉妹ホントにコシノさんですよね絶対なんか芸術系だった <laughs> <で>すごいなこれあのさワンちゃんとかあのその行ったことないんだけどこう写真持っていくのこのコシノさんとかの持ってこんな感じでとか違うでしょあのよくかっこいい人の写真とか持っていってるナイミーア,アヤーニっていうのがあるさはい、はい、例えば俺が福山雅治とか持ってきてもナイミーって美容師は思うさ <laughs> 一,一応どういうか熱、ね、してみようとは思うかもしれないコシノジュンコさんのとか持っていってからこうちの子はこんな感じね <laughs> ってなってる <laughs> いや、面白すぎ。面白いな、これ。ドゥドゥさんはやっぱり打率高いな。俺たちのなんか持ってる。あ、馬子さん、さっき、みんな。ラストでいきましょうね。お世話になりっぱなしの馬子です。はい、中二の娘が年内に修学旅行行くんです。本当は u. S. a だったんですが、このご時世近場ってことで、九州内年。日程になったんですが、事前にこんな練習があるんですね。ということで。なんですか。 ちょっともうおじさんよ、もう見えにくい、みかさん。文字が何て書いてあるか、見えない。だだ、見してごらん、だだだ。えっと、新幹線。なんで、これ。乗り降り練習みたいな感じかな。ちょっと文字がモヤンとして見えないですけど、ただ新幹線は見えますね。あ、すごい見える多分新幹線の。乗り降り徐行。うん、乗り降り練習ですよ。はい、乗って。はい、降りてってストップウォッチとか。多分プルルルルってなる前に。 急いで乗らなきゃいけない。おしゃべりするなよとか多分そういう確認なんでしょうね。そりゃそうだよな。百何十名とか一気に移動するわけだから。そうだよ。その時にトイレとか勝手に行って、なあ、ダメだよな。<ー>あだだあ、ダメはいはい。どうもありがとうございます。<ー>面白いね。おし順子。星野順子にずっと私はも,うもう、引っ張られてますが。ああ、さあ、ということで皆さん、この来週も刑事係でね、フリーのメッセージも合わせてお待ちしております。以上、刑事係のコーナーでした。